皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎月やらせていただきます月刊漫画売ランキングトップ20紹介したいと思います。ということで、今回7月の漫画売上作品別のトップ20ということで、期間の方がですね、一応6月27日から7月31日までの1ヶ月間の、ランキングトップ20ですね、こちらを20位から順番に、いつもより紹介したいと思います。ということで、今回に関してはですね、非常に全体的にレベルも高いですし、まあ、1位はね、もうやべえですと、もうバケモンですということになってますし、まあ、アニメ効果ですとか、映画効果、完結効果などかなり売上をポンと伸ばしてきた、順位を上げてきた作品もね、結構非常に見どころもありますし、面白いランキングになってんじゃないかなと、思いますので、ぜひ最初から最後まで楽しんで見ていただきますと大変嬉しいです。で先月の月刊漫画売上動画ですが、普段僕自身が上げている漫画系の動画ですね、こちら概要欄にリンクの方も貼っておきますね。で、そちらもアースチェックいただきます。これを機にチャンネル登録だとね、高評価の方もしておきます。大変嬉しいです。という感じですね、20位からどんどん紹介していきたいと思います。ではまず第20位です。20位。週末のワルキューレというか宣言についてランクインですね。166,895部というところで、最新刊の方が6月20日に発売されて、まあ、若干ちょっと分散してたかなって感じで、月間で見るとね、月間ベースで見るとって感じはするんですけれども、まあ、さすがのところね、20位ランクインとなっております。では次第19位です。19位。5等分の花嫁強いですね。映画始まってからずっとランクインしてるから、めちゃくちゃ売れてますね。ほんとすでに完結してる作品でこれだけ売れるってほんと驚異的なね、形ですよね。一巻が一番売れてるのかな。2017年10月17日ですね、一巻刊行されたのです。で、まだやっぱね、売れてるってあたり、やっぱ、いかに素晴らしいラブコメだったかっていうのも、ほんと最高でしたからね、5等分はね。映画の、まあ、効果もかなりあると思うんですけれども、こちら187,086部と、完結してからね、ほんと驚異的な伸びという、完結してからこんだけ売れるってのはもうとんでもないことだと思いますけどね。19位ランクインになっております。まあ、映画はね、まだ公開もされてますよね。興行収入もね、マイエヴァー超えたっていうのは聞いてますけど、どこまで伸びるのかもね、非常に楽しみだと思います。はい。では、次第18位です。18位。チェンソーマンという号で、こちら推定売上部数187,573部というとこで、これ完全に2部始まった効果でしょうね。で、また、アニメのね、最新情報出まして、ついに10月から放送開始ね、先日僕自身も大興奮なんか動画をね、上げさせていただいたばかりですけれども、またこれで売上バーンって伸びていくんじゃないかなと思います。アニメ始まったらやべえことになりそうです。ほんとアニメ楽しみなんですけどもね、18位というどの順位も上げてきそうな感じがしてます。では、次で17位です。17位。ちいかわ、なんか小さくて可愛いやつという、こちら推定売上数189,751部というところで、ちいかわに関しては最新刊が7月、あ、でも最新刊が7月か。ということで、ものすごく売上伸ばしてますね。なんかアニメ効果とかそういう感じかな。あれもそうか、7月遊ぶ。4月のランキングでしたね。あ、多分その最新刊発売された影響もあってね、まあ、非常に売れてますよね。こちら、約19万部、189,751部となっております。では、次で16位です。16位。配給という子はね、いや、すごいね。なんでこれ毎月、5等目もそうですけど、こちらがね、推定レベル数211,191部というところで、まあ、非常に売れてるなっていうところで、すさまじいですね、これに関して。まあ、配給に関してはね、一応その、集英社リミックスということが出てますんで、その部分もあるのかなと思いますけどもね、16位となっております。では、次15位です。15位。地球の運動についてという、こちら、223,540部という形でね。まあ、こちらに関して6月30日に、ついに最終巻の方が発売されましたね。そちらがね、まあ、バーンと入りまして、20万部超えまして、ね、15位にランクインという感じで、まあ、アニメ化もね、決まってますので、そちらも非常に楽しみましたなと思います。では、次第14位です。14位。夜更かしの歌という子ね、こちら231,364部売れまして、14位という子で、夜更かしの歌に関しては2ヶ月連続刊行という、まあ、それの効果もあるとは思うんですけれども、11巻、12巻の、ね、分の売り上げも合わさりまして、こちら23万部という子ね、アニメも始まってますんで、もっとここの安定し売り上げが出てくるとね、まずそれも嬉しいところなのかなというのを思っております。では、次13位です。13位。薬屋の独り言コミカライズ作品という子をね、こちら累計売上が269,196部ということで、薬屋もマジめちゃくちゃ売れてますからね。で、これ6月23日に最新刊発売ですから、先月も非常に高い順位だと思いますけどもね、まあ、今月もその分まだまだ売れてまして、13位ランクインとなっております。では、次12位です。12位。呪術廻戦という子ね、ついに累計アコブ数7000万部を突破したというところですけれども、推定累計部数の方が27,922部というところで、呪術廻戦に関してもね、最新刊発売されたの4月ですから、もう、これだけでも、これでもこんだけ売れてるのさすがだなというところでございます。はい。では、次で11位です。11位。
ブルーロックという号ね、こちら推定レグ部数288,890部というところで、ブルーロックに関しては7月ですね、最新が発売されてます。その分ね、売り上げが大きく入りまして、第11位ということで、まあ、もっと順位上がってきてもいいのかなって感じがするんですけど、まあ、アニメが始まってどうなるのか、まあ、ここをね、楽しみましたいと思います。はい。では、これトップ10入ってきてます。第10位です。第10位。ワンピースという子ね、こちら、30万も超えてきました。312,634部というところね、ワンピースもね、まあ、映画効果も結構あるでしょうね。まあ、フィルムレッドもすごい注目度でね、まあ、ちょうど今日見て、に行った後に撮ってる動画なんですけれども、まあ、動画の方もね、感想とかも上げさせていただいてますけれども、ワンピース、まあ、ほんと原作の方もめちゃくちゃ熱くてね、もう、最新話とか超熱かったんですけれども、312,634部。最新刊のね、ワンピースの方も、呪術廻戦と同じく4月4日ですね、発売ですね。もうすごいですね。さすがということで10位にランクインとなっております。では第9位です。第9位、ドクターストーンというね、こちら358,916部売れまして、第9位というところでね、最新刊ね、最終巻の方が7月4日に発売されましたね。その最終巻の売り上げボンと入りまして35万部、まあ、約36万部かな、売り上げたというところね。まあ、ドクストーンもね、まだアニメ3期も来年ありますしね、もうまだまだ盛り上がっていくかなと思います。非常に楽しみだと思います。原作のもね、もっともっと売れていくといいなというのをすごい思っております。はい。では次第8位です。第8位、キングダムということで372,373部売れました。第8位という子ね、まあ、キングダムに関してもさすがですね。これに関しては最新が6月17日ですね。まあ、その最新刊の分の売り上げもあると思います。まあ、やっぱ実写映画もね、ものすごいヒットしてますから、その分、それで、ね、それを機に原作買われてるというのもいらっしゃるのかなと思うんですけれども、第8位という感じになっております。では次第7位、第7位。強い青足という子ね、こちら推定売り上げ部数373,223部、第7位という子ね、最新刊の発売5月末ですから、6月も7月もね、別に発売されてるわけじゃないんですけども、この順位で素晴らしい、さすがです。もう青足はね、ほんとアニメの非常に素晴らしいクオリティ高いですし、めちゃくちゃ面白いというところでね、青足のアニメを機にやっぱ原作買ってくださってる方が非常に多いなっていうのは、まあ、この、ね、売り上げを見るに一目瞭然ですから、非常に嬉しいところだなと思いますね。アニメをここからついに武蔵野線入りますね。もうやばいっすよ、マジ楽しみ。来週お休みみたいですけどね、もう楽しみだなと思います。はい。では次第6位です。第6位、怪獣8号という子はね、ついに累計発行部数800万を突破したみたいですけども、こちら543,471部、第6位という子ね、さすがですね。こちらに関しては7月に最新刊発売されてますね。まあ、これ妥当な順位かなと思いますけれども、アニメ界どれだけ部数を伸びてくるのか、またこれもね、非常に楽しみ。まあ、スパイファミリーはそれでもう売れない、もうね、売れるそうに売れてるだろうとか言ってたら、もうめちゃくちゃ売れたわけですから、まだまだわからんですけどもね、こちらもアニメは決まりましたね。ついに非常に楽しみましたね、と思います。はい。では続いてここからトップ5やってきてと思います。第5位です。第5位、転生したらスライムだった件コミカライズ作品というね、ラノベのコミカライズが薬屋もそうですけど、ほんと強くて、転生に関しては547,747部って、げつないね、マジでね。転生の最新がね、4月に発売されてますね。まあ、そこの効果もあるとは思うんですけども、第5位、映画もね、決まってます。それも楽しみですけどもね、強いなと。映画の興行シーンもどんぐらいいくんですけど、それも非常に楽しいなと思います。はい。では次第4位です。第4位、東京リベンジャーズという子をね、こちら551,946部売りまして、第4位という子をね、通りもさすがですよね。最新刊が発売されたのが6月17日ですかね。まあもちろん最新刊の部分入ってると思いますけれども、まあアニメ2期もね、決まってますし、試合が第2弾も決まってということで、どんどんどんまだまだ盛り上がっていくコンテンツだと思いますね。非常に楽しみです。原作のも最終章、またスピンオフも始まったり、もうむしろもうさらに盛り上がってるかもしれないですね。というところが非常にね、今後とも楽しみだと思います。はい。ではここがトップ3入っていきたいと思います。ではまず第3位です。第3位、ゴールデンカムイということね、ついに最終巻発売されました。金カムが648,415部売れまして、第3位というところね、最新巻の方が4月19日ね、ついに最新巻で最終巻ですね。まあ、最新巻でもありますけれども、ついに発売されました。その前に30巻が発売されてますんでね、先月の売り上げが31万部でしたから、まあ、さらに伸ばしてというところね、31万部じゃないか、ちょっとすいません。44万部でしたから、さらに20万部ね、増やしましてというところで、
うん、ゴールデンカムイはね、最終巻もあったからめちゃくちゃ売れてますね。さすがだなというところですけれども、で元々の多分売り上げもさらに伸びてて、まあ、半月効果もあるってね、これを機に多分あの手に取ってくださった方もいらっしゃるのかなというところで、まあ、アニメ4期がもう決まってますし、まあ、若干不安はあるんですけれども、まあ、原作もねゴールデンカムイらしい素晴らしい完結だったと思いますね。まあ、ぜひ、気になったらこれを機に読んでみていただけたら、31巻ありますけども、これはもう絶対読む価値しかない、もう本当素晴らしい作品だと思います。すごいですね。本当ね、もうなんかグルメ漫画的要素もある中でね、本当バトルモードして、うん、近海ソーツバトル本当すごかったです。で第3位というこれ、さすがです、おめでとうございますということでございます。はい、では第2位です。第2位、僕のヒーローアカデミア、ヒーローアカというか75万1078部、さすがの売り上げというかね、ヒーローアカの、最新刊ね、4月に発売もありましたが、こちらが第2位というところでね、まあ、ヒーローアカに関しては35巻の売り上げ、まあ、単巻別で見ると、1位という、これもうこれさすがとしか言いようがないところなんですけれども、で第2位にランクインというところで、このヒロアカ破れるみたいなサムネもしかしたらなってるかもしれないですけど、これ超えてきた作品があるっていうのはやばいです。まあ、ヒロアカもさすがですよね、これはね、本当にね。はい。っていうところですけど、まあ、アニメ6期も決まってますしね、また映画とかもあるんですかね、まあ、そういう展開も多分また来るかなと思います。そちらも楽しみだし、原作も最終章もどんどん盛り上がってきてますんで、ね、楽しみに、読んでいきたいしね、見ていきたいなと思います。そしていよいよ第1位発表していきます。もうこれはもう怪物と、もうやばすぎるというこうね、ヒロアカを超えてきました。第1位こちらです。第1位、スパイファミリー、なんと4ヶ月連続1位。しかも全部100万部超えっていうね、最新刊発売だったのは4月4日ですよ。いや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 、もう俺は4月5月ぐらいがね、1位になるのは分かりますよ。アニメ効果とか言って。で、6月もね、まあまだ分かるわ、まだね。7月もアニメ終わってますよ、とね。アニメ終わってて100万部売れてるんですよ、この作品。やばくない、マジで。もう意味がわからん、正直。週刊漫画でもランキング入りまくってますし、毎週ね、どの巻もコンサート2万部ぐらい常に売れてるんですよ。いや、すごいなって。やっぱ、アニメが終わったらシュッとなる作品は、それは普通ですよ。それアニメで盛り上がって、だんだんそれはね、話が進むにつれても買ってる人ばかりになるわけですから、どん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 ね、売り上げもだんだん落ちてくるはずなんですよ。全然途中から落ちなくて。さすがすぎるというか、2クール目もこれ楽しんでしかないし、また売り上げさらに伸びるような気がしますよね。もう、ね、最新刊で10巻の初動とかどうなんだろうって感じもしますけれども。で、累計発行数ね、この割に2100万本のまま出てないですよね、まだね。おかしいな、もう。まあまあ、多分2クール目行く前に3000万も行くと思うんですけど、うん。やばいっすね、マジで。いや、ほんとね、もう正直言って、もともとだって1500万とか売れてたんですよ。だってもうこんなもうやばい、めちゃくちゃ売れすぎてると、アニメやっても売れねえんじゃないかとか言ってた中で、この売り上げはもう、ほんとにとんでもないね。で、まだまだ多分配信の人気とか見ても非常にあるので、見てる方どん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 増えてるんだと思うんですよね。とか、時間ができなくて、ようやくできてみたとか言う人がたくさんいらっしゃると思うんで、まだまだ売り上げ伸びていくだろうし、2クル目もね。てか、まだ、アニメワンクルしかやってないですから、ね、もうほんとにもう伸びしろしかない作品だと思うんで、いや、マジで楽しい。だし、スパイリーの先の静止をね、どこまででもやれそうな感じもするので、いやー、ほんとね、まあ、元々好きな作品ですから、ほんともうめちゃくちゃ嬉しい。まずアニメのクオリティもあんだけ高かった時点でね、もう大喜びだったわけなんですけれども、こんな原作盛り上げと嬉しさがもう天井というところですけども、天井越えというところですけどもね、素晴らしい成績、もうさすが100万部超えまして、最新刊も発売されてなくて、アニメも放送されてないのに第1位というかね、本当に4ヶ月連続1位というか驚異の記録です。本当におめでとうございます。すごすぎるというところでね、今回の月刊漫画売上ランキング7月の、作品別ランキング、トップ20の紹介以上となります。この収益ありがとうございました。ですね、皆さん今回のランキングに対する感想とか、皆さんの漫画これ一押し作品とか、ぜひね、コメント欄の方教えておきます。大変嬉しいですし、もうね、この毎月月刊漫画売上とか週刊漫画売上毎週ね上げてますし、漫画系の動画もどんどん力入れていこうと思ってます。で、僕自身アニメ系の動画もかなり上げてますんで、ぜひこれを機にチャンネル登録やってね、高評価の方もしておきます。大変嬉しいです。ということで、今回の動画は締めてます。そうですね、今回も見れて皆さんご視聴いただきありがとうございました。